細葉のアマ菜は、ゆりかちマアマ菜族の多年層。別名、細葉アマ菜。地下にある輪径は球形、または楕円型で、長さ 1cm になり、膜質の外皮があり、基部に細かいヒゲ根が生える。根質用は1から2個あり、線形で、長さ10から 20cm、幅1.5から 3mm になり、3量がある。 家系は高さ10から25センチメートルになり、上部に小型で非神経の形容が2から3個、まばらに誤成する。花蠣は4月下旬マイナス6月。家系の先に枝を分けて普通1から5個の花をつける。花は、計1から1.5センチメートルのロート状で平ら、開けしない。花皮片は6個で、長楕円型で、長さ10から15ミリメートルになり、白色で単緑色の脈があり、 内側の基部に船体がない。湯水は6個あり、火皮片よりごく短い。脂肪は上位で3室あり、多数の胚種がある。果実は果てとなる。日本国内では北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の日当たりの良い草原や、落葉紅葉樹林の林園などに生育する。適度に湿り気があり、腐葉土が堆積している場所に見られる。 国外では、朝鮮半島、中国大陸、ウスリー、サハリン、千島列島、カムチャツカ半島に分布する、種照明トライフローラは、サンゲノの意味、ありがとうございます。